コーボールか。ちょっと待って、え、もうゴールか。そうですか。じゃあなんか嫌な予感がするので、ですね、進化させたいと思います。いよいよ。でもよく頑張ってきたね、今まで。いいね。青いガーネットみたいなこの色がすごい好きです。これで大丈夫だろう。スターミーだ。進化我慢してきましたからね、ずっと予想通りありました。ほら、やっぱりいた。驚いたよ。5体か。同じじゃん。いいね。スタミ頑張ろうな。シルタリスはなんとか、やっぱスターミーでこれは倒すしかないな。強くなってる。かわいいね、動き。やあ、ロゼリア。シャンデラですね。もうハロウィンみたいな感じです。火炎放射。僕こうなめんなよってね。素晴らしい。特攻高いわ。サヨネコロロ。
サイコフェンスいきます。うん、半分はいった。いや、よかったよかった。もう一回サイコフェンス。レアコイルはまたまたシャンデラ行きます。こちらもまた火炎放射ですね。おお、耐えました。語り目。さあ、ラストエルレイド、いいね。じゃあこちらもうちのエースを出しましょう。メガ進化してハイパーボイス。いいねー、かっこいい。さあ一撃です。いえいえ、わかりました。ゴールか。ここは波乗りができないんだ。あ、浮いてるっていうか、あれですね。一回じゃ進んでからまた。そうだ。何もないんだね。おー、到着です。ポケモンリーグ。はー、すげー。行きましょう。沖縄って感じだわ。おー。おー、すごい。ミスないとワイ。すげえ普通に落ちてんだな。人が誰もいない。こういう感じなんだ、ここはね。
受会員を連れて行きます。いいねいいね、最高だわ。アイテムをですね、先ゲットしに行きます。戦闘はだからジュラーチに変えていきましょう。さっきのあの地下1階のところ暗くてよく見えなかったからもう一回。違う違う、空を飛ぶ使わない。いや待てよ、一本道だもんね、ここも。まあ、こうやって戻ってって最後にまあ使えばいいか。まあ、ここがね、よくわかんないんですよね。やっぱ暗いから。フラッシュ使います。素晴らしい。で、ここの外は意味がなくて、一応取ったんですけど確認のため、うん、大丈夫ですね。ここもさっき取りました。ここにあった。あー、やっぱ奥にあるわ。ちょっとあれ取んなきゃな。あー、ごめんなさい。一本道で。
あ、危ない。ハイパーボールか。おぉ、取ってない取ってない。なんでもなし。よかった。これで全部大丈夫ですね、多分。うん。おお、いいね、このやっぱ沖縄、沖縄。初の殿堂入りメンバーは、また後で決めるとして、ちょっとこの、キル体操をちょっと強化したいと思います。すごいね。効果がないと言ってました。チルザリスの、何でしたっけ。流星群とハイパーボイスをですね、最大まで8回と16回に増やしました。すごいですね。いよいよじゃあ次回から、何でしたっけ。はい、ポケモンリーグ攻略してまいります。パーティーもね、また、これから考えて、最初の殿堂入りメンバーって結構大事なんでね。はい。じゃあ、それでは最後に今日も、ミラクル効果もやって終わりたいと思います。ジグザグマン行きます。秘伝技いっぱい覚えてます。お、フィンランドだ。
南ポフヤンマー島って書いてあります。ありがとうね。それでは、最後にポケモンを紹介していきます。キャモメ、コイキング、ツバメ、ヤンチャム、ジグザグマ、ジグザグマ、カモネギ、ジグザグマ、コイキング、ハスボウ、シギソウ、ケムッソ、ミズゴロウ、ヤヤコマ、ラティオス、クチート、ケムッソ、ハスボウ、ヒトツキ、ラルドス、デスカーン、メタモン、ラクライ、コダック、マイナ、ツボツボ、マクノシタ。以上、ミラクル交換でございますね。はい、ハガネイル、タネボウ、キャモメ、ケムスト、ジグザグマ、ツバメ、ポチエナ、カラサレス、マエルド、ナマケロ、マクノシタ、アメタマ、ツチニ、ゴニョニョ、エネコ、ケムスト、メノクラゲ、ケイシー、ボクリン、ラクライ、マイナン、ピカチュウ、ワンリキー、ズバット、ビリリダマ、イルミーゼ、バルビート、イスツブテ、ドンメル、で、マグマク、ですね。はい、エネコ、エアームル、サンド、コノハナ、チルット、ソルロック、ポアルン、カクレオン、ソーナノ、ベトベター、ザングース、ドガース、トロピウス、臭い花、ピカチュウ、ラティアス、ヨマール、カゲボウズ、で、アサナン、グラードン、キノココ。で、起点が、マッスグマ、ジュカイン、メタグロス、ラティオス、で、マリルとなっております。で、今日進化しました、スターミーレベル47。カブナイクレベル44、バイバニラレベル47、シャンデラレベル47、ルカディオレベル45、アタッコレベル51となっております。で、今日のメンバー、ジラーチレベル48、チリタリスレベル53と、この8匹の中から、殿堂入りするメンバーを選ぶので、はい、皆さんパーティーに楽しみにしていてください。はい、それでは、宮内ゆきでした。ありがとうございました。